成版タイガーファンディンィグ夢に踏み出せ国際教養学部っていうのは「株式会社モノレスジャパン代表岩井義明令和のトラチャンネル」主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる志願者の思いや人柄にペットするそのスタイルはまさに永遠の応援団長志願者やトラ時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる魂の一括に今宵誰が打ち抜かれるのか 国際教養学部っていうのはいわゆる文系理系でいうとやっぱ文系なんですか文系です文系でも今年学費150万かかるんですね、うん、当たり前なんですかこれっていやちょ,ちょい高みぐらい120ぐらいが中ちょっと高いね100は全然120ぐらいが私立のアベレージ国境は高いですよね国境ちょっと高いですそうなんだ大変だね大学行くのも いいわもいわ僕らの時代、28万円とかでしたよ、<え>それが高い方でした立命館18万とかです。<laughs> えーはい 物価が違うゃよね、それ、そういえば、1年留学行かなきゃだめとかなかったでしょそうですね、そこなんですけど、そこもちょっと、そこなんですよ、お兄さん。あのあれなんです、事務所の方にまた相談して、ちゃんとした理由があれば、免除できる免除可能ってことで。じゃあ、もうこれ、免除する予定でも考えてる そうですね,ねできれば行きたかったんですよそ,うそうですね行っちゃったらまたアルバイトとかもできなくなっちゃうんですよなるほどそっかそっか<ー>将来のこのじゃ外国人派遣会社とかも結構具体的に何かあるんですか考えてるのが今まで全部準備してるんでそうですね,ですねふわふわふわってしてるんですけど僕結構愛知県でアルバイトしてて愛知県が一番外国人労働者多くてすごい触れ合うまあ僕も外国人労働者ですけどその他の方々とちょっと触れ合う機会があってでそこでちょっと いいろんなな問題点を見て解決したいなっていうのが理由で,で具体的には今現状としてこう外国人労働者に対するサポートがあまり充実してないっていうところがあってでそれが何につながるかっていうとその日本人との,この壁じゃないですけどそこいざこざがちょっとまた起きてでそうすると想像できると思うんですけどその将来フランスで起きてるようなその移民問題みたいなのが、うんうん どどんんんん発展してていくと思うんですよ今移民めっちゃ増えてるだかで,で、そこを僕はちょっと入ってなんかできたらなっていうそのサポート面に関してちょっとでそのサポートは例えばその日本語教育とかその日本人との、えっと、交流とかもあるんですけどそこはちょっとまだ十分じゃないのかなっていうのが僕が見てる範囲で思ったことなので。すすごいですね 僕も20ちょっと出しますね。はい。吉村さんからも20万出ましたね。投資になりたいなって感じですけど。はい。本格派が来ましたね。あのね、ちょっと僕と岩井さんと吉村さんはね、前回の主力出てますけど、あこれが会話だなっていうのね、再認識させられて。これが会話ですよ。何が本当に気になるんだ本当にカルチャーショックを受けましすごい、すごいことになって。君はなぜこの高校に行ったの そうですそこが一番、えーとまあ、中学の時に、うん、結構僕あまり勉強できなくて、うん、行けるとこはここって言われてここ行ったんですよそうなんだじゃあ本当に行ってからアメリカ留学でめっちゃ変わってそこからぐわーって行ったんだねさまざまそうですね経験行きもそうだし<あ>大学受験もはい、まあ、一応勉強頑張ったきっかけもありまして、はい、他に、はい、高校入った時に、うん、その先輩がいますしてはい 早稲田の国境の先輩なんですけど、はい、そちらの方がちょっとまたオーキャンかなんかで来た時にすごいペラペラで英語がかっこいいなと思ってでほん、まあ、に単純なんですけどそれが理由であそれがこの高校の先輩なんだそうですなんかストーリーもばっちりんかあるんですねじゃあ自分でさ自分の弱点とか欠点っていうのをなんか思いつくのあるあ欠点そうですね欠点い,いっぱいあります本当にあまりこうたまに。 時もあるんで、ああ感情的に、感情なんか緊張したりして、うん、こうあまりこう言葉に出せない時があるんで、それみんなねまあみんなあるんじゃないですか。<laughs> いや、非常にあるんですか。ね、もう二十二歳にして素晴らしいじゃないですか。本当に。なんか聞きたいことかもなくて、<laughs> あの僕はあの、はい、お母さんがね、渋谷アマスラクリニック院長ドラゴン細井。 美容外科医として数多の施術を担 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白龍がタイガーファンディングに舞い降りるあの僕はあのお母さんが、ね、あんまり精神的にもちょっとおつらそうなんですけどどうなんですかお母さんは

あ、かい海兵確か陸軍の。<laughs> あっ、陸軍あそう本格的すぎて。海兵はちょっと怒りたくなるけど。<laughs> お父さんに何か言いたいとすると、なんて言いたいですかお父さん。はい。今、あの、まあのまもしかしたら見るかもしれないんでね。いや、そうですよ、ね、本当に。ほんとに見るかもしれないんで。えー、いや、本当に、一言で言うと、何やってんだっていう。なるほど。まあ、あの後本当に。 ちょっと言えないようなこともいっぱいあったりしてすっごい辛くて、うんはい、でもう今から人生駆け上がるから見とけよって感じですね、うん、かっこいいなおひんねえな、うん、かっこいい <laughs> ひんねえけよ志願者の思いを乗せたプレゼンテーションに心をつかまれるトラち物語は最終局面へいざ迎える ラストステイトメントもう皆さんも聞きたいことがもう大丈夫だよっていう話なんでソルさん最後にもう一声お願いしますラストステイトメントです、はいえっと本日は僕のために時間を割いていただいてありがとうございます、えっとこんな僕ですが将来絶対に成功してその何か成し遂げますのでぜひこれからもよろしくお願いします はい、ではこれより最終決断に入ってまいります。ええー、細井さんお願いします。はい。波に乗らせていただきたいです。20万円出します。あ本当素晴らしいんじゃないですかね。あのー、けどやっぱりまだ思考がえっと固定されている部分が多いかなと思います。それは2点でえっとやっぱり在学中の時間をどう使うかっていうことと、あとはそのお父さんに対する思いですね。やっぱり自分のために生きてほしいなと思います。はい、小林さん。はい、僕これ全部出せるんでしたっけ。はい。はい、じゃあ100万円です。 僕はもうこのまま突き進んで、まあ、勉強も頑張って仕事も頑張って、はい、あの何か成し遂げられるんじゃないかなと思いましたし僕は今まで、まあ、たくさんこの番組出させていただいてあの、まあ、ちょっと辛い境遇の方に出すこともあったんですけどなんか前向きな方でそのお父さんの件もあったんですけどそうじゃない方向でも全然100万円出したいなって思う方でしたぜひ頑張ってくださいはいこの段階で彼の希望金額100万円を超えて160万まで詰め上がりましたのでまずは完全オールですおめでとうございます ありがとうございます。はい。じゃあ、その上で、吉村さん、改めてどうぞ。途中で出しましたけど、僕も載せますね。いくらになるか分かんないです。はい。満額で。そうですね。なんか最、最初の自己紹介の昔のしんどい経験の時から、すごい強い人なんやなと思って。で、めちゃくちゃ優秀ですし、それこそさっきの前回とのギャップもあるんかもしれないですけど。<laughs> いやででも、なんか、すごい、すごい痺れたんで、ぜひ頑張ってほしいですし、 なんか有志じゃない方があったらいいなっていうのはずっと思ってるんでちょっと考えてもらったらなと思いますはい頑張ってくださいはい伊沢さんまあいくらでもなんですかまあじゃあ僕2時にしましょうかまああのー、言うことは全然ないのであともうこのお金で早稲田大学に復学してもう素敵な環境に今いると思うのであとは素敵な仲間と切磋琢磨してくれたらいいかなと思うんでお互い頑張りましょうはいいありがとうございますでは最後木下さん僕も、えー、と100でお願いします 大学教授やってると、彼のような境遇っていうんですかね、そういう子が実はたくさんいて、家庭の事情で途中で辞めるという子もたくさん見てきたんですね。ですから、彼の言った話にはそんなに家庭のことは刺さりませんけど、だけど、すごく一生懸命やってて、こんなに優秀で、そんな子を無駄にしてはいけない。絶対に将来彼は日本の宝になる一人だと思うし、これを我々が支えないわけにはいかない。 そう,いう気持ちです。頑張って。合計でですね、340万まで積み上がりました。えっ、ー、と、ソルさんの希望金額は100万円なんで、エクシードになりまして、どなたからどれだけいただくかっていうのを決める立場になりますので、ソルさんいかがでしょうかあ、皆様から、じゃあ、20万円ずつ。均等に。均等に、はい。じゃあ、えっ、ー、と、ソルさんの希望で、皆さんから均等に20万円ずつ。それから途中で、えっ、ー、と、まあ、投資の話も出ましたが、また、ゆっくりと、 あの当事者を交えて、お話をしていただければと思います。さあ、ソルさん、見事にね、ね、えー、願いが叶いましたけれども。今日の感想を一言いただけますか。いや、もう本当に感無量で。ちょっと。本当は涙出そうなんですけど。あの緊張で出なくて。あの、本当にありがとうございます。すみません。はい。いあの木下さんが最後。あの涙ながらに、お話になってました。 僕あのここに座ってて最初から木下さんも最初からもうたまらなく好きでしたよねそうです <laughs> <laughs> そうですねはいわ、はい、からせっかくなんで、はい、一言えあのー、え僕も実は先日韓国の病院と提携したんですねすごく韓国と日本は仲良くするべきだと思ってるんですねできっと君はねこう日本にいてそういう立場の一人重鎮になれるんじゃないかなと思うので本当に頑張ってほしいです はいおめでとうございましす早稲田大学卒業を叶える軍資金獲得を目指す挑戦その結果は見事完全オールで終幕衝撃の過去を乗り越え夢へと踏み出す志願者新たな物語がここから始まる新しい未来の行方は続報を待て 主権製版タイヤーファンディング志願者募集中,中交通意識もあるよ詳しくは概要欄から